召喚、起きた。そして、こっちにも、召喚。そして、動き出す。そして、動き出す。はい、どうも、おかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。ということで、アヌビスの無限ループを回避することに成功しました。無限ループ、アヌビスの無限ループは回避しました。とりあえず。柵を壊してですね、とりあえず柵壊して、で、荒廃所を回収しました。柵を壊して、まずアヌビスを若干逃がしておいてからの、荒廃所回収ということで、回収しました。荒廃所。これね。荒廃所 S。回収しました。回収したので、もうこれ以上増えることはないですね。これ以上増えることはありません。あとはもう水に落ちてみんな死んでくれ。とりあえず、みんな卵になれ。卵とカスが良い。みんなのもの。うん、めっちゃ増えたね。うん、まあ、水に落ちたらみんな死んでいくんで、まあ、水辺でね、卵に、多いな、しかし。多すぎるな。うん、まあ、ということでですね、とりあえず、荒廃所を、回収することができたので、私はですね、いよいよですね、今日は、受付所を、受付所を増やしていきたいと思います。受付所ね。受付所をちょっとね、まあ、あそこでやると、もうアヌビス邪魔くさいんで、アヌビスが邪魔くさいんで、違うところでね、なんかちょっと上の方でやろうかなと。なんか空き地こういうね、こういうとこでね。うん。こういうとこでやろうかな。うん。一番上はね、なんか水があるんで、水に落ちると多分死んじゃうよね。うん、ここ割と安全なんで、ここでやるか。ここね。ちょっとこの石コロじゃ、あ、ちゃんな、なんか食べちゃった。あ、卵食っちゃった。どれだっけこれ。チタンのツルハシとか取ったとか作りましたからね。チタンのツルハシ。もうでね、鉄はね、もうないっすわ。鉄出てこないですね。うん。鉄はね、出ないです。どうやら。うん。出ないみたい。もう湧かないみたいね、なんかね。よいしょ。石を1000、100個壊す。100壊しちゃったな、でも100個もね。よし。だチタンも全部取っちゃったんで、もうここの島には資源なくなりましたね。資源がないです、この島にはもう。残念ながら。はい、ということで。柵がまだあるんで、これね、柵を作っていきましょうか、まず。まず柵からいこうか。やっぱね、出れないように。まずは出れないようにしよう。とりあえず。とりあえず出れないように、囲いを作ってですね、囲って、はい。受付所を囲っていく。受付所を囲っていきましょう、まずは。まずは囲うとこからね。これ難しいよね。これクラフト難しいわ。このシステムちょっと変えた方がいいね。これ微妙すぎてさ、微妙な動きができないから、この人。で、一周回せるかな ?10 個しかないから、10個が多いか少ないかって言うとあんまり多くはないよね。これで何個使った ?1、2、3、もう4つ使っちゃったじゃん。もう4つ使っちゃった。この辺で丸にしよっか。あんまり大きくなくてもいいような気がする。あ、でもまあまあ簡単に作れるからいいか。簡単に作れそうだからいいわ、別に。なくなったら作ろう。あと5個。5個もあったら一周回せるか。じゃん。で、こうだね。こっちだね。こっちに、こんな感じ。扉をつけたいとこだけどね。扉ね。扉つけたいですよね、ちょっとね。ここ細くしとこうか、ちょっとなんか。細めにこうしとこうか。あ、そうだよね。ここじゃ、でも、これじゃいかないもんね。残念だね、それね。ちょっと残念な形になってるね。残念すぎるな、それ。こうするか。こうしようか。
こうして、で、こうしようか。こうね。まあ、あんまいい形ではないけど。あんまいい形じゃないけど、まあいいか。うん。そして、こう排除を置きましょう。こう排除ね。でかいね。でかいね。置けるでしょ、でもここに。ドン。来ました。ついに。ついに受付嬢を量産する日がやってまいりました。受付嬢受付嬢これ受付係か。受付係のファンさんをちょっと召喚しましょう。ファン召喚。あ、飛んでった。違う。それじゃない、それじゃない。Q だよ。召喚。起きた。そして、こっちにも、召喚。そして、動き出す。そして、動き出す。物が生まれたらちょっとがっかりだけどね、これね。受付所が生まれたらもう歓喜ですけど、物が生まれたら超がっかりだね、これね。さあ、何でしょう。あ、生まれた。受付所生まれました。受付所が生まれた。来た。受付所増えろ。増えるんだ、受付所。何を喜んでるんですけど、ゲームのね、やり方間違ってるよね、なんかね。ゲームの楽しみ方を間違ってるような気がしないではないか。どういうゲームなんですか。で、ちなみにこれ受付嬢に張り付くことができるような気がする。できないのか。なんか、なんだっけ。あいつには張り付いてたけどね。こいつには張り付けないのか。乗れることは乗れるのか。張り付けないのか。めっちゃハートマーク出てるけどね。で、これ、こいつらが、あ、こいつらでもあんまり HP がね、HP が少ないんで、まあ、アヌビスほども量産できずに終わっちゃうかもしんないね。でもまた乗るかな？アヌビスはなんか、上の人死んだら勝手に自分から乗って増えてたんだよね、なんかね。今回も乗るかな？勝手に乗るのかな？どうなんでしょうね。もうすぐお亡くなりに卵になっちゃうけど。もう一人ぐらい生まれる？あ、生まれた。もう一人ぐらい生まれるね。そして、これがラストぐらい？もうラストっすか？あー、卵になっちゃった。卵になっちまいました。あー、卵になっちまいました。乗るかな？乗らない？あ、乗った。一人乗った。もう一人乗らない？もう一人乗りませんか？ちょっともう一人乗りませんか？ちょっと、始まった。始まりました。第二世代が始まりました。第二世代。近親相関やないか。近親相関でしょ、これ。第二。今、2、4、1回で6人か7人ぐらい生まれるんですかね。うん。まあ、6人生まれたとして、2つ、また2人そこから減るんで、まあ、4人ずつ増えていく感じですか。4人ずつ増えていく感じ。なんか喋ってるね。話せんの、これ。試練へようこそ。あ、生まれ、クラエル神のためなら、あ、神のためなら、神下にうじゃうじゃいるけどね。神そこにうじゃうじゃいるけどね、あそこにね。これでもかっていうくらい神いるけど。神。受付所が増えていく。で、ちなみにこの柵はね、なんかパンチしてれば壊れますね。しばらくパンチしてるとね。うん。しばらくパンチして、じゃあこうなるとさ、神と人間のハイブリッドはどうなるんだという気もするよね。ね、多分違うキャラクター同士入れたら多分 あいつになるんだろうな。お化けみたいなものになるんだろうね、一つ目のね。よし。あ、倒れてる。倒れちゃってるけど。懐くとかいうのあったけどな。ベルか。あ、卵。卵ちょうだい。受付嬢の、まあ、でもなんか、アヌビスの時ほどの感動はないな、なんかね。こうなるの分かってたからね。なんとなくね。あ、ちょ、死んだよ。人いなくなったよ。人いなくなったよ。乗らないのかい、君たち。この死体をね、あ、乗ってる。死体はね、なんかずっと残るんだよね、なんかね。飛んだー。飛んだ。うん。アヌビスの時ほどなんか爆発的な増え方じゃないね。なんかね。ちょっと柵が広いか。
まあこれはこれ以上しばらく放置しときましょうか。うん。こいつとあいつとあいつをちょっと合体させたいね、これね。あ、これは捕まえられんのかな。あ、でもレベル5なんだね、やっぱね。強いんだね。強いんですね。ちなみにもう持ってないよね。卵ね。うん。こんなとこにいるけど。アヌビスくん。おい。HP 低い？ひょっとして。そうでもない。あ、そうでもない。やっぱ強いな。アヌビス強いね。やっぱね。死にそうな、卵がいっぱい浮いてるけど、死にそうなやついませんか？あ、こいつ死にそうだね。こいつ死にそうだな。こいつ捕まえらんないかな。こいつ捕まえらんないかな。自動セーブ中。自動セーブやめてほしいけどね。レベル5だから捕まえらんないか。えい。どう？ああ、ダメだね。やっぱね。強いね。踊ってんじゃねえよ、お前。なんかムカつくな、お前。お前なんかムカつくぞ、おい。おい。もっと、もっと HP を削らなきゃダメか。もっと削らなきゃダメか、お前。もっと削るか。上には上でいるんですかね。上には、上行ったら上に行ったでまたいるんだよね、多分アヌビスがね。うん、おそらくね。普通にいるでしょ、多分。めっちゃ卵浮いてるわ。めっちゃ卵浮いてる。あ、こいつも死にそうだな、なんか。死にそうなやつが何人かいるな。卵、卵大量です。大量です、卵。だいぶ減ったか。めっちゃ、卵大量、大量、大量。いいね、これ。卵量産機。めっちゃ卵落ちてる。めっちゃ落ちてるわ。アヌビスの卵なんだね、一応ね。アヌビスの卵なんですね、一応ね。アヌビスの卵売れないのかな？じゃ、待って、なんかスケルトンいるじゃん、いつの間にか。スケルトンが混ざってるけど、なんか。お前何混ざってんの？しれっと、何しれっと混ざってんの、お前。まあ、ちょっと減ったにしても、まだ全然多いな、アヌビス。アヌビス多いな。アヌビスの卵って、この辺？ただの卵じゃん。アヌビスの卵じゃないんだ。乾いた卵、鶏の卵。卵。あ、アヌビスの卵34。アヌビスの卵34だって。ねえ、鶏の卵になってるけど。まあ、クラフトできるものとか一緒なんですね。あ、これだけなんか、あ、これなんか、バフがつくね、これね。アヌビスの卵、バフがつくぞ。あー、なんかいろいろ。あ、これは鶏の卵はダメなんだ。ディフェンダーが下がるんだ。換金額プラス 10%。アヌビスの卵は優秀なんですね、やっぱね。さすが神の卵。さすが、さすが神の卵だ。まあ、またそのうちほっといたら勝手に卵になるでしょ。で、上の受付嬢は、上の受付嬢はどんな感じですか？増えてますか？なんか変なのいない上に。気のせい。あ、じゃあ動いてんのか？ああ、あんまり増えてないね。あんま増えないね。受付嬢、ファンの卵。ファンの卵。あんま増えてないね。純増4体ずつじゃないのか？純増4体じゃないのか？でも結構いるな。2、4、6、8と、10人、12、3、もっといるか。あ、結構増えてるね。敷地がちょっとでかかったね。なんかね。敷地がでかかったね。あんまり動かないね、こいつらは。そして。ねえ。あ、さあ、外に逃げ出したやつがいる。ファンが逃げ出した。殴るとジャンプ、殴ると飛んでっちゃうからね。まあでも、こう、ほっといたら、こうやって、いくらでも勝手にあそこに、装置に上がって、勝手に増えるって感じよね。ねえ。あ、死んだけど、また次のやつが現れた。こいつ生きてんの？そこで済ましてるやつ生きてんの、お前。あ、生きてんのか、一応。動き出したわ。ああ、ね。試練へようこそ。
あ、卵。卵量産。もう、これで卵製造できるだけでもいいよね。ちょっとファンの卵はどうなの？ファンの卵は？ファンの卵。あ、ん？ MATK って何？マジックアタック？関係にスプラッチュパスと。へぇー。ファンの卵も優秀なんだね。ウミネコの卵。100、ああ、そっか。100円と110円か。なるほどね。死体がえげつないね。これ死体消えないからね。ずっとあるからな。ねえ。死体飛んだ？死体がえげつないな、なんか。ねえ。あ、また乗ってる、また乗ってる。ということで、ね、さっきも言ったように、もう鉱物が、鉱石がね、湧かなくなっちゃったんで、まあ、この島はもう終わりかな、これで。これ以上いてもしょうがないかなっていう感じですね。ねえ、やっぱ他の島にもう行かなきゃダメなんでしょうね。アヌビスの惨殺。怖いね。怖いね。こっからまあどっか違うところに行けるみたいですけどね。あ、これで使えるの。ああ、なるほどね。はてな。あ、こことここに行けるって話だ。なるほどね。じゃあ、まあ、次から明日ちょっと行ってみましょうか。ねえ。アヌビスとファンの子供がどうなるのかちょっと見たい気がするけど、多分でもあれだね。これだろうね。これになりそうだよね、多分ね。こいつになりそうだな。神と人間のハイブリッドにはならないんだろうね、多分ね。ねえ。こいつ当たんないじゃん。無敵なの、お前。当たっ飛んでたわ。はい。ということで、まあ、じゃあ今回この辺しときましょうか。もう鉱物は、さっきも言ったように鉱物なくなったので、資源がなくなったんで、明日はどっかよその島に行ってみましょう。ちょっと物がね、いっぱいありすぎて、このチェストがあんまり物入らないからね。あ、チェストなんかでかいのあったね、そういえばね。でかいチェストなかった、なんか。なかったっけ？あったあった、これだ。コンテナ。あ、チェストが3いるんだ。チェストはちなみに。あ、チェストはめっちゃ作れるね。これは鋼鉄のインゴット。鋼鉄のインゴットって何？チタンじゃないよね。鋼鉄ってどうやって作るんだろうね。お前燃えるよ、そんなとこいたら。これだ。鋼鉄のインゴット。あ、鉄のインゴットから、あー、なるほどね。鉄のインゴット5個で鋼鉄になるってことか。ほう。まあ、鉄がないからダメなんだよね、もう。そもそもね。そもそも鉄がないからダメなんだよ。だから、鉄のある島に行かなきゃいけない。ねえ。ハートマーク、死んでんのにこいつハートマーク出してんの？え、お前死んでないの？生きてんの？死んでるでしょ、お前。死んでんのにハートマーク出まくってるよ、なんか。なんか愛が溢れてていいけどね。愛が溢れてていいですけどね。なんかね、ハートマークいっぱい出てんのはね。ねえ。上の方にも、上は上でハートマーク出てんのかな。捕獲したモンスターを手なずけるみたいなのがあったよね。なんかね、なんだっけ。ベルだっけ。あ、これだ。これじゃなかったっけ。一度捕まえた敵が懐いてくる。これは何？鉄のインゴットと銀のインゴット。鉄がないからダメだ。銀は取れるけどね。ファンが懐いてくるのかな、これ持ってるとね。あ、なんかちょっと重いのかな？重いのかな？ちょっと。ピストン運動が柔らかくなったね、なんかね。だいぶ、さすがにこんだけ人がいると重いか。上にもめっちゃいるからな。ねえ。上にも、受付嬢がいっぱいいますからね。受付嬢じゃないか。受付係か。いる？あ、いるね。いますね。そんなに増えないな、あいつら。あいつらあんまり増えないな。お前もっと増えてもいいと思うんだけど、こいつら。あー、スタミナが死んだ。
落下し。はい、ということで、じゃあ今回この辺にしときましょうか。よっこいしょと。まあ、死んでもすぐ復活するんで、お金がなくなるだけなのかな。持ち物別に減らないよね。お金が減るだけかな。それ親切設計ですね。なんか死にまくっても全然大丈夫。へっちゃら。死にまくってもへっちゃらっていうね。飛べない飛べない。スタミナないと飛べない。外出てるやついるけど。あんま増えないね、こいつらね。死にま、あ、そうか。あれか。HP が低いから、なんか後ろに溜まってんの？死体がやばいな。死体がやばいぞ。死体がやばい、死体が。ああ、死んでる、死んでる。結構、なんでこんな寿命で死ぬの？なんでそんな死ぬの？死ぬ時の原理がよくわかんないね。まあ、これでまず、これで体力使い切って死ぬでしょ、とりあえずね。死んだ。死んだけど、新しいやつが乗っかった。乗っかりました。外に出てるやついるけどね。なぜかね。あ、でもこっちにいるやつも合わせたら結構いるのか。あ、死んだ。すぐ死ぬね、やっぱね。そうか。アヌビスに比べると、体力がないから、あんまり生まれないんだね。ね。あんまり生まれないね。二人消費するから、三人以上生まれてくれないと実質増えていかないもんね。ね。二人消費するからね。生産するのに。あ、増えないね。なんか、増えなくなってね。人出ないね。これ以上ね。上限に達したのか、ひょっとして。上限に達した説あるよね。キャラクターの。キャラクターの上限に達したか。心なしか動物も少ないような気がするな。ワンチャンあるよね、でもそれね、多分ね。存在するキャラクターの数多分決まってるよね、ワールド内にね。動物減ったような気がするもんな。これね。っていうことは動物を倒していけば動物いなくなるのかな。人が増え続けるからね。人増え続けるから動物いなくなるのかな、そのうち。ねえ。鹿はね、ちょっと鹿ちょっと強いんだよな。倒した倒した。ドア閉まった。ドア閉まりました。あ、鹿もなんか皮手に入る時もあるんですね。鹿倒しても皮手に入らないじゃんってさっき言ってたんですけど、手に入る時もあるんだね。場合によっちゃね。卵こんなところに落ちてる。そしてファンがこんなところまで来てるけど。ファンが侵略してきてるけど。こいつ当たんねえだよ。あ、卵になった。こいつの卵はあんまり大したことない。効果的には。あ、ちょっと待って、また卵が大量に落ちてる。アヌビスの卵。あ、死体はでも消えるみたいですね。永久にあるわけじゃない。うんこ落ちてるけど、誰のうんこだ？アヌビスのうんこか。これ。アヌビスの糞。アヌビスの糞。ノグソしたやつは誰だ？誰だ、ノグソしたやつは。これ。アヌビスの糞。これやばいね。この糞が落ちるシステムやばいね。ねえ、当然上に行ったらファンの糞とか落ちてんのか。ねえ、受付係のファンの糞とか上に落ちてたらびっくりするよね。これやばいでしょ、それ。相当やばいゲームだね、これ。相当やばいな、それは。増えた？ちょっとなんか増えたような気がするね。ちょっと増えたような気がするな。動物倒したからね。張り付いてファンに張り付いてる。ファンに張り付いております。よいしょ。よし、じゃあ、まあ、今回この辺にしときましょうか。もう散々遊んだんで、後輩所では散々遊んだんで、もういいか。ねえ、もういいっしょ、後輩所は。
熊はね、熊凶暴なんだけど、倒せなくはないんだけど、素早いんだよね、これ、熊のくせに。まあまあ素早いんだよね、こいつら。これほらね、結構素早くて、打撃当てるの大変なんだよね、これね。いで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 。あれ？ちょっと待って、なくなってんじゃん、剣が。剣なくなってるじゃん。よし、リベンジだ。クマ子。倒したか？倒した？オッケーオッケーオッケー。あ、ここに鹿溜まってんだ。ここに溜まってんのね、鹿。鹿くんたち。あ、リベラましたよ。よし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 。これだいぶ鹿も減ったんじゃない？これで。ねえ。さっきからやめるとか言いながら全然やめないけどね、これね。ある意味これ、ある意味ハマるかもしれないね、これね。うん。ある意味ハマるゲームかもしれない。それなりに。動物をちょっと飛ぶな、飛ぶな。動物を倒して、数減らそう。ミルク、ミルク。はい、ミルク。動物弱いね、さすがにね。自分強いからね。あ、なんだ、糞が落ちてる、糞が。何の糞これ。牛の糞。馬糞。馬糞じゃねえや、牛糞。牛もまあまあ湧いてくるっちゃ湧いてくるよね。逃げるね。はい、オッケー。はい、オッケー。もう物ばっかりになった？まだ羊いるのか。動物はでも多分湧いてくるんだよね、いくらでもね。いくらでも湧いてくるけど、それよりも早くこいつらが増えたら、まあ増えたっちゃ増えたか。あんまし増えないな。増殖率はやっぱりアヌビスにはかなわないね。アヌビスの増殖力にはかなわんな。アヌビスの生命力半端なかったからな。うん。よし。じゃあ今回この辺にしときましょうか。ね。まためっちゃなんか喋ってるけど。めっちゃ喋ってますけど。はい。ということで、じゃあ次回は、違う島に行くとしましょう。うん。ということで。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。オオカミさんでございました。またね。